前回このメンバーでカップルミッション宝探しをやったんですけども、うん、はい、想像以上に盛り上がったということで、はい、めっちゃね、楽しかったですか？カップルミッション宝探しスタート！怖い怖い怖い、これ止まらんだよね。はい、どうぞ。好きだよ。あ、オッケー。好きです。気持ちってこもってないね、って感じたで。はい、ということでルールをね、少し変えて延長戦を行いたいと思います。じゃあちょっとそれではルールをね、私から説明しますね。はい、延長戦は井上さんチーム、はい、そしてカスちゃんチームの6対6で、はい、2チームに。だから前回やっぱりちょっとカップル、まあ疑似カップルで、まあ、挑戦した結果、はい、結果的になんかギスギスして終わったからやったら最初から戦い構図のがいいんじゃないかってことね。そうですね、okay、なのでちょっと6対6で2チームに分かれて、ああ、まあ、先に宝を探した方の勝利です。はい、で宝はこの2階に1つ、そして3階に1つ隠されていて、井上さんチームはこの2階で、カスちゃんチームは3階を探す、宝探しです。階ごとの宝を探した方が勝ちね。はい、okay、はい、制限時間は15分。とにかく早く見つけた方が勝利です。うん、はい、負けたチームはきつーい罰ゲームが用意されてます。何？きつい、ちょっと内緒。内緒。はい、やばい、本気でやらな。じゃあちょっとチーム分けなんですけど、うん、まあ、カップルごとに分かれる、まあ、5組いるから、まあ、ゆあはカスちゃんチーム、そしてまやとくんは井上さんチームに分かれて、残りの4組をどうする？え、俺まやと？いいじゃないですか。井上さんチーム。頼むね、マヤト。はい、ちょっと今じゃあバイバイだけどね、はい、バイバイするんですけども、あとの残りのチームどう思う？このままでもいいけどね、このままでも。確かにこのままで、押し押しなんだよ。そうだから今日押しゲットできるように。あ、嬉しいですね、それは。ダブルカップ、ね、じゃあここ、ユアからのこっちが、そう、そう、じゃあこっちが井上さんチームで、オーケー、こっちがカスちゃんチーム、お願いします。お願いします。じゃあそれでは宝探し延長戦やっていきましょう。ジョッキング。さあ、それでは両チーム準備よろしいですね。はい、まあ、我々チーム2階なので、あのカスちゃんチーム、まあ、一応3階に上がらないといけないから、はい、あの公平を期すために、うん、我々ここで10秒数えてからスタートしますので。いいんですか？もちろん。なんかちょっと余裕ぶっこいてます。いや、公平を期すためにやから。なんか後々私たち3階上がったタイムだけ損やんとか言われてる。では参りましょう、はい、宝探し延長戦、よーい、スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1最初は一緒だよ。一緒に行きましょう。声でかい。声でかい。声でかい。びっくりした。では2階に宝探しをするのではなく、はい、これから行いますのはカスちゃんの誕生日ドッキリ。最高です。さあ、まあ、今この収録してる、まあ、3、4日後が、かすちゃん25歳の誕生日ということでございまして、まあ、せっかくなんで、かすちゃんにちょっとなんか誕生日祝おうじゃないかということなので、まあ、この宝探しって言ってるんですが、3階いくら探しても宝なんかありません。はい、なのでこのかすちゃんチームが今一生懸命探してる間に、我々はかすちゃんの誕生日を祝う、まあ、ちょっといろんなね、この仕掛けというかこの飾り付けなんかをやっていこうじゃないかということでございまして、我々井上チーム、この教室を急いでデコレーション、はいはい、やりましょう、はい、で絶対にバレないようにね。私もイケメントピアにしてくださいよ。ちょっと時間迫ってきたらチーム分かれても頑張ります。別れてもありなの。やりました。じゃあ私、じゃあお願いします。今日は買っていただきます。お願いします。やかしチーム、いっちゃいます。
ですよ、もう向こう。あずくらったの、急げ急げ急げ。これ、これなんすかこれ。おかえり。あれよ、めっちゃ探したんだけど。クラッカ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 。10人おる？てか、みんなどこ行ったの？あたりのそれさ、そこ。おい、カニかぶってくんだよ。みんなどっか行っちゃった。え？すごい、ちょっと泣きそう。やばい、おっちゃんや。でも今さっき音楽室だったかな。あ、そうですね、音楽室楽しんでる。あれ、あれにあったってこと。そうそう、これにあった。いやー、そこだったんだ。にありましたよ。宝って何先みたいなやつか。ないね。でも一つってことは難しそうじゃないですか。難しそう。百文字セット。これなかったかも。なさそう。ないね。なさそう。両面テープこれでさ、カスちゃんみたいなことできへんか、ひらがなで。うわ、足りるか。どうや、ちょっと微妙です。微妙、はい、ちょっと足りひん、うん、時間ないからな。とりあえず風船は、うん、上に置いとこう。え、これ時間なくない。ジュル、風船飾ろうかな。カスか書いてないし。カスか書けてない。カスか書けてない。あと11本しかないぞ。11本待って。もう黒板とりあえず鮮やかにしよう。慎重に慎重に。どこだ、いやマジで罰ゲームだけは。いや本当に。罰ゲームだけは。やばいだよ。ね、やばい罰ゲームはね。本当の、あれ違いますよね。ミッションです。さっきの止まっちゃったのか。さっきの井上さんがするところ。ほんまや、行きますか。あ、ミッションやっときます。あ、キリンのアイアイ傘が拾って持ってたんだけど。何ですかね。ジュリオ君、見つめ合ってみる。タイムロスだけど。僭越ながら。やばい、ドキドキしちゃう。マヤト君、ごめんなさい。井上さん、ごめんなさい。違う。私もイケメンとペアにしてくださいよ。じゃあすいません、10秒いただきます。せーので、1、2、3、4、5、6、1、8、9、かわいい。やばい、今日ぐっすり寝るぞ。照れてる。あ、いけんちゃうな、これ。す、いけるな。あ、それさ、そこ、あ、これここ重ねていい。これ、カニ見える。おい、カニかぶってくんなよ。お前、カニかぶってくんなって。あ、カが。ちょっと待って、ちょっと待って。ここら辺に貼る。ここら辺、ここら辺どう。じゃあ、両面テープ。これは、こうやってして。どこだろう。ありがとうございます。ギリギリいけんちゃうか。ルール、あれもう足りそう。な、ギリギリいけるな。やばい。やばい。おね、おい、ちょっと、も、はい。はい。あ、クラッカー。来た来た来た。あ、クラッカー。はい。あ、クラッカー。ありがとうございます。あ、クラッカー。ありがとうございます。クラッカー最高。ガチムズ。引き出しとかはなしなのかな。どうなんですかね。引き出しあったらもう、もう。机の中やったらやばくね。やばい。ない？あ、ないです。え、あと何分？あと8分。やばいね。なかなかやばい。ちょっと時間迫ってきたらチーム分かれても頑張ります。別れてもありなの？ありならさ、カップルごとに分かれない。じゃあ、分かりました。じゃあ私たち図書室もう一回探します。そっち側と真ん中らへん。分かりました。じゃあ私たち、じゃあお願いします。探しに行きます。じゃあ行ってみます。お願いします。やかしチームで行っちゃいます。行っちゃいます。ないんですよ。ないんですよ。もう向こう向かおう。お疲れ様でーす。アズクラッカー持って、アズクラッカー持って。はい。はい、こっち行きたい。え、俺なんすかこれ。おかえりー。オッケー、あと3分56。誕生日おめでとうでパンね。オッケーです。はい。くっつく。お前なんで真ん中に H 組んでるの。やばい、来るよ。コンピューター室でもありそうだったね。ですよね、ありそうですよね。なんか隠しやすそうだったよ、何か。一回分かれますか。じゃあ一回お別れということで。じゃあカスちゃん、あ、一番奥とかやってもらっていいですか。あ、OK です。音楽室をもう一回見てきて、okay、絶対探して帰ってこよう。はい、お願いします。さよなら。さよなら。バイバイ。
お願いします。バイバイ。いやめっちゃ探したんだけど。え、ごめん。え、これ全員来たか。クラカ10人おる。ロー、ハー、トー入ります。オッケーオッケー。ほんでカスちゃんが入ってくるから、カスちゃん25歳、おめでとうね。まあ、でそれかけてあげて。はい、はい、了解です。みんなどこ行ったの？みんなどっか行っちゃった。え、こんな人影いなくなることある？戻りますか。じゃあしゃがんでた方がいいかもね、みんな、うん、そしたら見えます、見えます。あれどこでしたっけ？こっちか。